蓬莱来だは、蓬莱来だか蓬莱来だ族の舎植物である。世界中の温帯から熱帯にかけて広く分布する。日本では、四国や九州、伊豆半島などに分布するが、栽培されていたものが、野生化していることもある。海岸や川岸の崖や石垣などに生える。園芸用に、室内や温室などで栽培もされている。常緑性の多年草。 根茎は短く肺、黒褐色の茎を伸ばす。茎の長さは1 5トルほどで、茎には切れ込みのある線形をした小葉が互い違いにつく。葉は二回右上複用で、小右辺は線形をしており、基部は設計、先は数カ所ほどあされ列、または新列する。商用の隠れっには、葉炎の一部が裏側へ折れ曲がった偽方膜が横に長く、 一つずつつく。放射能群は、派遍の一部が折れ返ったところにつく。岩などに固着して生育していることが多い。葉の縁にある、薄茶色のソーラス宝来枝はその形態の、美しさから、干渉価値が高く、他の宝来枝族の各種とともに干渉用に、栽培されることがある。その際には、総称として、俗名のアジアンタムで呼ばれることもある。 栽培はそれほど容易ではなく、排水や保水の良い溶度、適切な湿度調整などが求められる。園芸品種名にフィンブリアツムやインブリカツムなどがあり、小葉の右辺の先が切れ込む。ランズダウン、RV& ビルズ、M、アジャンタムカピレス、ベネラス、ザ・ユー・ CN ・レッドリスト・オブ・スレッドンド・スピーシーズ2013 et164082a13536625https://doi.org/.10.2305/.iucn.uk.2013-1.rls.t164082a13536625.en t ダウンロードドーン27オクトーバー 2018ab ヨネクラ工事ジカジタタダシ アジャンタムカピレスベネラスエル。BG プランツワミオ学名インデックス。2021年3月28日閲覧。米倉康二・梶田忠、アジャンタムカピレスベネラスエルエフラニュアナム WC、シエ BG プランツワミオ学名インデックス。2021年3月28日閲覧。三田タ幸1986。 P113、田川千九1959、P65、ABC 戸橋豊千か1992、P107、三田茂しげゆき1986、P116。ありがとうございます。